僕は楽しいことをするのが大好きです大勢の人でいっぱいワイワイみんなで一緒に楽しめるそんな外遊びが大好きでいろんなイベントを企画していますそして外遊びって多分皆さんいろいろ思いつくと思うんですけど僕はその中で今日一1つおすすめのものを紹介したいと思います突然ですけど皆さんチャンバラ合戦戦ってご存知でしょうかこれねスポーツチャンバラとはまた違うんですよ これは僕が仲間と一緒にオリジナルでルールも道具も考案した新しい遊びです。もうルールがこれまためっちゃ簡単なんですよ。左肩に命と呼ばれるこのボール、これこのバンドにカチッってくっつくんですけど、これをこの右手に持ったスポンジの刀で落とす。これだけなんです。 これを例えば東軍と西軍に分かれて、まあ、2軍になって戦ったりしてるんですけど、まあ、ここまで説明すると大体の人が思うんですああなるほど子どもが楽しいやつねって思うんですよでもねちょっと想像してみてください大人子どもが入り混じる200人の軍勢と軍勢が昔合戦があった河川敷でホラー街の合図とともに一斉に真ん中に駆け下りぶつかる これどうなると思いますめっちゃ楽しいんですよ、これ。もうこれ最高に楽しいんですよ、もう。もうこれ大好きで、僕これが。またね、僕これ何が言いたいかっていうと、大人も楽しいんです、これ。この写真見てください。もうま考えられへんぐらい、まあまあの大人がはしゃいです。まあ、こんなっちゃうバラ合戦、特徴が今言った通り、ノーボーダー、誰でも参加できる、参加者をこう問わないということですね。子供が 楽楽ししいい遊遊び大人が楽しい遊び多分結構いっぱいあると思いますでもそこがフラットに一緒になって戦えるっていうのは非常に特徴かなと思っていますっていうのもこの命をですね例えば壊したりとか割ったりっていう風になってくるとやっぱり力が必要なんで成人の男性が強くなると思うんですけどチャンバラ合戦これね落とすだけですこれクリーンヒットしたら必ず落ちますつまり力がいらないっていうことで子どもや女性そしてご年配の方でも成人の男性と同じ フィールドででう戦うことができる何やったら勝つことができるっていうのがこのチャンバラ合戦戦という外遊びの最大の特徴ですちなみにイベントの時にあの毎回今日一番強いやつ決めようっていうことで個人戦やるんですけど大概優勝するのが女性です バラ、まあ、合戦こう、多様な人ができます、今、えっとね、下は3歳から、上は88歳のおじいちゃんまで参加してて、もう88歳のおじいちゃん、すごいんですよ、もうはしゃぎすぎて、横の方で、孫、こんなになってましたからね、<laughs> 大丈夫、おじいちゃんみたいな感じだって、あとですね、外国人の方でもすぐ参加できるんですよね。っていうのが、ルールが今言うたぐらい、非常にシンプルなんで、あのもう1回戦見たら、1回戦こうずーっと見てるんですよ、ほんであの、参加するって言ったら、オーライってっすぐ入ってくれるんですよ、もう。 なエンターテインメントであるというのがこのチャンバラガステの最大の特徴です、まあ、ルールはシンプルなんですけどこんだけ多様な人が一緒に楽しもうと思うとやっぱり一応禁止事項はねこう作ってるんですただこの禁止事項もシンプルでないといけない僕ら一言で表しています武士道に反する声は全て禁止というふうに言ってますこれどういうことかというと、まあ、例えば転んでる相手に容赦なく切りかかるとかあのこう命以外のところも顔とかに攻撃する、まあ、スポンジなんで痛くないんですけど 無駄なところに攻撃、これも格好悪いんで全部やめてくださいという,ふうにしています、あとはですねまあ例えばえと大人の方で多いんですけどもう命がそんな惜しいかというぐらい。 こうやって戦う人がおるんですね、もうこれ、もう子どもさんがどういう目で見てるかって話ですよ、また一番最悪なんかね、こう命落ちたのをしれーっとつけなす、このもうを超えた神への冒とく声のようなこと、しれーっとまたそのまま参加してくるっていう、もう刀を持った時点で、もうみんな侍、一人の侍として僕が扱って、武士道に反する行為をした人みんな禁止、もうすべて退場していただいているというルールでやらせてもらってます。 でいろんな合戦を開催させてもらってますその時に、ね、なんに、いろいろ珍事件が起きてねちょっと戦五六っていうのを僕ら作っているので紹介させてもらいたいと思いますあのこの間、森の中でやったんですね森林戦ってやったんですけどもう、ね、障害物わさわさなんですよもう,もう敵見えへんみたいなでいろいろ戦術が立てれるんで楽しいんですけど木があって草あってこうやっとってさあ行くとファサって言って落ちたんですね。<laughs> まあ、あと、写真見てもらったら分かるんですけどあのものすごい炭を追いやられたらなんか味方と距離近い近いみたいな感じでバッサッぶつかって落ちたりするんですこれあのどうなるか僕ら自害と呼んで全部アウトにしてますあとですね最近やったんですけど百貨店の屋上でやらせてもらった時20人ぐらいの小規模な合戦やったんです2軍に分かれて最後ね大人と子ども一騎打ちになったんですよ 大人の方う、まあ、それやっぱ子供に花も出してあげたいですよ、こんな感じでずっと戦ってないですね、普通、こうなんです、右手、方なんで、でもね、こう、明らかに取ってよ、速くって感じなんですけど、この子供それまでめっちゃ強かったんですけど、なんでか知らんけど、1対1になって、めっちゃ戦い雑になったんですよ、全然当たれへん、全然当たれへん戦いが、1分、2分と過ぎて、もう大人、限界やったんでしょうね、体力が、もう最後の最後、君の勝ちやって言って。<laughs> これ僕ら切腹と呼んであの武士として最高にかっこいい行為としてあの称賛の拍手を送るっていう,もうそんな出来事がありました。 まあこんなチャンバラガスを僕ら今日本全国で開催させてもらっていますいろんな行政や自治体とコラボをして、えー、と例えば地域のお祭りだったり、まあ、戦国がテーマのフェスティバルだったりそういったところで開催させていただいているんですけどもちろん土地土地によって歴史やいろんな、えー、と物語が違ってくるのでいろんな種類の戦いがありますちょっとユニークだったものをお知らせします これ滋賀県であった浅いやっぱれ祭りってご存じの方いらっしゃいますかねよさこいソーランのまあ全国大会みたいな戦いなんですけどもう見て分かる通り日本中からテンション高いやつめちゃくちゃ集まるんですよこれもうまたしかも服もかっこいいでしょもうめっちゃみんな元気あふれてねこのテンションのままチャンバラ合戦やるんであのチャンバラ合戦ちなみに MC が戦開始って言ったら参加者は刀おおって言って始まるんですけど戦かぐらいでもうこの状態になってますあの基本的に MC の言うこと聞かない っていうこの,この <laughs> アザやっぱり祭りの特徴なんですけどでその一番テンション高い人たちの最前列にいるのが僕これ大好きなよさこいチームなんですけど北海道大学の縁っていうチームがあってまあみんな礼儀正しくて元気よくても僕大好きなチームなんですけど一番最初にいきなり走り出すから一番すぐ負けるんですよでその反省の意味を込めてか分かんないですけど戦終わった後といつも切腹の儀式をするっていう <laughs> これ僕らあざやっぱりで隠れ名物やと思ってるんですけど <laughs> まあこんな愉快な人たちとの出会い 出会いがあったりですとかあと例えばいろんなフェスティバルの中でやらせてもらう時はもうそこの土地のまあ将軍の名前を付けて何々軍隊で、まあ、テーマが決まってるんですけど自分たちで、まあ、例えば体育館取ったり場所を押さえたりして開催する時は。好きに テーマをを設定すするることができるんでき結構いいろんな企画をやっていますで最近好評だった企画が「逃走中」という企画をやりましたもうこれキラープレイヤーっていうんですけどあの命をつけずにフィールドを走り回るという,もうとんでもない恐ろしいキャラなんですね、まあ、その時は、まあ、10人ずつぐらいの少数のユニットをこう何十チームも中になってその中に彼らをこう解き放つっていう,こうめっちゃ走ってくるんですねもうとんでもなく怖いんですでもね追いかけられたら分かるんですここれがまためっちゃ楽しいんですよこの時、ねめっちゃ 満足度アンケートでで高かったんですめっちゃ好評やったんですけど唯一最大の反省点が1点キラープレイヤーねあのも,もちろん無表情なんですね最後まで殺戮マシーンでおろうって言ってたのに運営メンバーが1人写真で楽しんなって北斎園で舞うっていうしかもその瞬間写真に抑えられるっていう、まあ、運営メンバーも楽しんでしまうという、まあ、こういうことがありましたこのチャンバラ合戦今仲間と一緒に大体4年ぐらいこうやらせてもらってるんですけど最初はまあ 楽しいからやってたんですもうそれ以外それ以上でも以下でもない楽しいみんなと一緒に笑顔になれるこの楽しい場をいっぱい増やしたいっていうのでやってたんですけどやっぱり回数重ねていくとすごいいろんなことに気がつき始めますでその中で今日お話ししたいのが遊びの価値ですでも遊びの価値って何やと思います、まあ、僕で言うやっぱり外遊びの価値になるんですけどまあ広いフィールドで走り回って心が開放的になるとか、まあ、リフレッシュできるとか まあ,あとは団体戦なんでこう団結力、団結を感じることができる。チーム力を感じることができる。また非日常体験を通じてこう刺激を入れるま。あ,まあ,あんなやつに追いかけられることはまずないですからね。非日常体験でこう刺激になるっていう。いろいろあると思うんですけど、僕が一番この外遊び、遊びの価値として思うのが、大人が心の鎧をこう脱ぐ機会として価値があるんじゃないかなというふうに思っていますま。人は社会的な生き物なので、日々、 自分にいろんな制約をかけて毎日を生きています時に自分を守るためにもういっぱいいっぱいこう鎧をつけて毎日生きていると思うのでもうどれぐらい分厚いかぶとつけてる人も多分いると思うんですよそれは社会が回るために多分必要なものですでもこの必要なものをたまにはやっぱり取らないと精神衛生上すごく良くないんじゃないかなと思います 特にやっぱ現代人で特に日本人はまあ労働時間も長いですし休日も少ないこの鎧心の鎧を脱ぐ機会っていうのがなななかなかないと思うんですね僕なんかでもすごい仕事が忙しくなってくるともう脱ぐタイミングもわからへんしもう何やったらたまに脱ぎ方忘れたみたいな時もあるぐらいやっぱり追い込まれて毎日自分に制約を加えて現代人はこう生きていると思うんです。 そんな人にこのチャンブラ合戦をはじめとする外遊びっていうものをちょっとぜひ活用していただきたいなというふうに思っていますそしてこの遊びというものは今までまあ勉強や仕事といっても絶対こうしないといけないもののまあ反対の体格のもの無駄なものとしてまあ捉えられてきたと思いますでもこれからの世の中では果たしてそうなんでしょうか本当にこれは無駄なものなんでしょうか僕はノーだと思います その理由はこの遊びの価値というものの向こう側に僕はさらなる大きな可能性を感じているからです遊びを通じて心の鎧が脱ぐことができますそしてその心に鎧が入っとった分だけ脱いだ分ちょっとだけ心に隙間ができるんですよね心の余裕と言ってもいいかもしれません心に遊びが持てるっていう言い方もいいかもしれませんその隙間が僕は価値があると思う 今から世の中は加速度的に多様化が進んできます僕らの周りにはもう見たこともない考えられへんような多彩な考え方やアイディアが溢れれ返ってもう訳分からんくなりますその時に新しいものを自分の中にこう取り入れるそのための準備としてその隙間というのはすごいたくさんの可能性価値を持っているんだと僕は思っていますその隙間を作るための遊びこれは 非常に価値があるもでではないでしょうか僕は思っています。Into 今回の t e d x 神戸のテーマです。でも果たしてダイブしていく先の未来はもうすでにそこにあるものとして捉えていいんでしょうか僕はもう少し考えるべきかなと思いますダイブしていくと同時に先の未来も作っていくという意識が必要なんではないでしょうか 僕はどうせ飛び込んでいくんやったら多彩な人がこういろんな価値観や考え方が混在しているだけの世の中よりも多様な人がお互いを認め合い共存しているそんな世界にダイブしていきたいそのためにはこれからも心の隙間を作るための機会として遊びという場をいろんな場でたくさんの人を巻き込んで楽しく作っていきたいと思っていますこれからもこの活動を続けていきます ということで、今日この場にいる人たちに、最後このメッセージを送って終わりにしたいと思います。ぜひ皆さん、今日ここでお会いできたのも何かのご縁です。ぜひ一緒に遊びままししょううありがとうございました